20秒検証。メタルギアソリッド5ザ・ファントムペインのメインヒロインクワイエットちゃんに水をかけるとどのような反応を示すのか、下心は一切ない純粋な知的好奇心で検証していきたいと思います。まずはおなじみ水鉄砲、次に雨を降らせてみると、おーイエー、では最後に私の聖水。20秒検証。以前クワイトちゃんに水をぶっかける動画で雨を降らせると機嫌が良くなるということが分かりました。では直接対決時に雨を降らせれば戦闘を避けて和解できるのではないでしょうか。検証しましょう。パラサイトセラピーの影響で光合成ができる彼女ですが、無事喜んでくれているみたいです。あとは和解してマザーベースにお持ち帰りします。20秒検証。エピソード18クリアで入手可能なこちらの水鉄砲ですが、一見ただのネタアイテムと思いきや、なんと電源設備などの機械を銃声を気にせずに破壊できるらしいので検証していきたいと思います。まずはこちらの通信設備から。何発か打ち込むことで見事破壊することができました。ならばサイラントロプスさんにも何発か打ち込めば破壊できるのではないか。20秒検証。D ホース君の必殺技やれで設置した運を敵車両が踏むとどうなるのか検証していきたいと思います。では適当な道に D ホース君を配置して、せーの、ふん。あとは敵車両を待つだけです。さて結果はどうなるのでしょうか。めっちゃスリップした。20秒検証。マップ上に張り巡らされたこちらの電線ですが、敵兵士が接触すると感電するらしいので検証していきたいと思います。敵兵士さんを運んでホールドアップ、あとは電柱を倒すと、感電はしてなさそうです。20秒検証。以前こちらの動画で検証した電柱を倒すと感電するかどうかのコメントで様々なアドバイスをいただきましたので、追加で検証していきたいと思います。どうやらうまくいかなかった原因は天候が雨じゃなかったためらしいので、今度はしっかり雨を降らせてから電柱を倒すとちゃんと感電しています。2周でいいや。20秒検証。メタルギアソリッド5ザ・ファントムペイン最大の隠しイベントであるこちらの核廃絶エンドですが、どうやら PC 版ではチーターの FOB に侵入できず達成不可能らしいので検証していきましょう。ありえない形の核持ちチーター FOB がありましたので早速突撃していこうと思います。ずっとロード中。20秒検証。作中最強の攻撃力を誇るサヘラントロプスさんのレールガンですが、盾で防御することは可能でしょうか。今までで一番無謀な検証ですが検証していきましょう。というわけでサヘラントロプスさんと少し遊んで発射体制が整いました。さて盾でレールガンを防げるのでしょうか。でしょうね。20秒検証。以前盾でレールガンを防げるかという趣旨の検証をした結果、耐えれるわけもなく失敗に終わりました。しかしコメントで戦闘班 S++ のスタッフを使ったらどうなるのかという指摘を受けましたので追加検証していきたいと思います。今回はさらにパラサイトスーツを使用し万全の状態でいざ。余裕で耐えれた。20秒。以前盾と高ランクの兵士を用いてレールガンに耐えられるかという趣旨の検証をしたところ余裕で耐えれました。では今回はパラサイトスーツなしで検証していきましょう。まずは水着で耐えられるか検証していきますと、さすがに水着は無理なのでバトルドレスならば耐えられるのではないでしょうか。パラサイトスーツってすごいんだな。20秒検証。エピソード23で登場するこちらの少年兵たちですが、段ボールに貼り付けたポスターに興味を示すのでしょうか。検証していきましょう。年齢的には性欲旺盛な時期ですがダメみたいです。やはり本物の女性の方がいいのでしょうか。というわけでクワゲットちゃんの近くに運んでみると逃げちゃいました。子供は嫌いみたいです。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーで登場するこちらの悪臭迷彩ですが、着用した際にどういった効果があるのか検証していきたいと思います。まずは CQC の首締め、なんと一撃で気絶させることができました。また段ボールを開けられた際にも相手を気絶させることができました。相当臭いみたいですがデートには普通に行けるようです。20秒検証。エピソード11に登場するこちらのクワイエットちゃんですが、普通に戦うとかなりの苦戦を強いられる難しいミッションですが、頭に支援物資を落とすだけで簡単に倒せるらしいので検証していきたいと思います。クワイエットちゃんにマーカーをセットして支援物資を投下させると、ごっそり削れた。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーではレーションを焼いて食べることができるらしいので検証していきたいと思います。というわけで用意したものがこちら、肉焼きセットです。早速焼いてみましょう。上手に焼けました。
20秒検証。ネイキッドかつスタミナゼロの状態で水に30分間使っていると風邪をひくらしいので検証していきたいと思います。バカは風邪をひかないと言いますが、スネークさんはどうなのでしょうか。ちなみに私は風邪をあまりひきません。バカなのかな。というわけで30分経過しました。キュアを見ると風邪をひいています。かわいそうなスネークさん、一体誰がこんなひどいことを。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するこちらのパスとデートミッションですが、ラブダンボールをかぶるとどうなるのでしょうか。例によって下心はない純粋な知的好奇心で検証していきたいと思います。ではダンボールをかぶると、私も入れて。20秒検証。エピソード20で登場したこちらの燃える男ですが、事前に雨を降らせておくとどうなるのでしょうか。検証しましょう。ムービーに入る前に雨を降らせておきます。これで相手が外に出てきた瞬間に鎮火することが可能と思われます。またそもそも湿気による影響で出現できないのではないかと思われます。では外に出てみると、雨上がってました。 I am 20秒検証。以前雨を降らせてから燃える男と戦おうとした結果、雨が上がってしまい失敗に終わりました。ではムービー終了後に雨を降らせてみるとどうなるのでしょうか。検証していきましょう。建物内部で天候変化の支援を要請して外に出てみると、しっかり雨が降っています。これならば出落ちで撃破することができました。なんかこっちが悪者みたい。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーにはモンスターハンターコラボ限定のモンスターが存在するらしいので検証していきたいと思います。というわけで怪物の島にやってきました。何やら不穏な空気が漂いますが、出ました、こちらが限定コラボモンスターのギアレックスくんです。おそらくメタルギアレックスをオマージュしており超強いです。ただ見た目がかっこよくないと感じるのは僕だけ。20秒現象。研究開発班にお持ち帰りされたこちらのママルポットですが、スタン属性の弾で撃つと変わったことを喋るらしいので検証していきましょう。それではポットを撃つと、とピースウォーカーでのセリフを聞くことができます。ちなみにヒューイさんに近づけると、20秒検証。エピソード20で登場したこちらの燃える男ですが、ダンボールに貼り付けられたポスターに興味を示すのでしょうか。検証していきましょう。以前子供にも似たような検証をしましたが、あちらは全くの無意味でした。しかし成人済みの燃える男さんならオスの本能には勝てないはずです。そういえばこいつホモだった。20秒。不気味な見た目のこちらのパラサイトスーツですが、専用のカートリッジを使用した際にどういった効果があるのか検証していきたいと思います。まずはミスト型、名前通り霧が発生しました。続いてカムフラージュ型、こちらはステルス迷彩と同様に透明になることが可能でした。最後にアーマー型、使用後めちゃくちゃ硬くなります。特に卑猥な意味では。20秒検証。以前コメント欄でティガレックスを裸で倒せるかという無茶ぶりを受けましたので検証していきたいと思います。裸ということですので装備はもちろん武器も禁止です。幸いスターノットは標準装備ですので、これを使用してまひらせれば相手を一時的に動けなくすることができます。よし、この隙に総攻撃だ。あ、武器持ってきてないや。20秒検証。メタルギアソリッド3で登場するこちらのジ・エンドさんですが、初回のムービーで登場した際に倒すことはできるのでしょうか。検証していきましょう。というわけで取り残されたジ・エンドさんを狙撃すると、ジ・エンド、マジで倒せた。20秒検証。みんなのアイドルクワイトちゃんならどんな強固な FOB の核兵器でもゴリ押しで盗めるらしいので検証していきたいと思います。というわけでヘレンさんの FOB にやってきました。本人曰く自分でも攻略できないくらい激ムズ FOB らしいですが、クワイトちゃんとエナジーボールを使えば核兵器を強奪することができました。まあ見つかってしまってるので報復もあったな。20秒検証。皆さんご存知こちらの開港1964イベントですが、シャゴホットさんが参戦して敵を一掃してくれます。ではこのシャゴホットに乗ることはできるのでしょうか。検証してきます。ちょうどいい高さの鉄製矢倉を設置して飛び乗ればシャゴホットさんに乗っかることができました。ちなみに同じくメタルギアサバイブではメタルギアレックスを操縦することもできます。20秒検証です。序盤で登場するこちらの吊り橋ですが、敵エースさんが乗っている時にロープを狙撃して切断するとどうなるのでしょうか。検証していきましょう。ハンドガンを使ってロープを狙撃すると、敵兵士がふらついて落ちていきました。便利なテクニックですのでぜひとも攻略時の参考にしてみてください。今さら誰がここ通るんじゃ。20秒検証。ヘリパイロットでおなじみこちらのピーコードさんですが、作戦中に支援攻撃をしてくれる優秀なパイロットです。では彼一人でサフェラントロプスを撃破できるのでしょうか。検証していきましょう。作戦エリアに支援ヘリを要請して私はウォーカーギアで観戦します。しばらくすると見事撃破することができました。なお大赤字です。20秒
最大まで強化したこちらのスターアームは範囲内の敵に雷を落とすことができます。ではこちらのイーライ君も無力化することができるのでしょうか、検証していきましょう。というわけでイーライ君の近くで使用すると簡単に無力化することができました。まさに雷に打たれたような衝撃だったでしょうね。まあ実際に打たれてるわけですが、 4×5 秒検証。 FOB ミッション限定で使用可能のこちらのクワイエットちゃんですが、こんな格好にもかかわらず防御力がバトルドレス並みらしいので検証していきたいと思います。というわけで FOB 訓練で比較してみると、確かにバトルドレス級の耐久性がありました。しかしカムフラ率もバトルドレス程度みたいなので、隠れる際はステルス機能を使いましょう。20秒検証。チーターの FOB から寝取ったこちらの中華製クワイエットちゃんですが、全焼狙撃兵のスキルを有しているため、クワイエットちゃんと同様の性能を発揮できるのでしょうか、検証していきましょう。まずバディとしての派遣はできないみたいです。では FOB ミッションでは高速移動しながら尋問もできるクワイエットちゃんの上位互換になるはずです。別にそんなことはないみたいです。20秒検証。エピソード30で登場するこちらのスカルフェイスさんですが、事前に葉巻を捨て時間が経過した状態でも気長に待っていてくれるのでしょうか、検証していきましょう。というわけで OKB0 の最奥で葉巻を孵化します。敵地のど真ん中です。葉巻は格別ですね。ゲーム内で1週間ほど経過したので様子を見に行くと、ちゃんと待ってた。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するこちらのディオレウスですが、討伐するのではなく捕獲することは可能でしょうか、検証していきましょう。ミサイルなどの兵器ではなく麻酔銃で睡眠を狙います。 HP は減っているように見えませんが、撃ち続けること約10分、眠らせて捕獲することができました。普通にモンハンやりたい。20秒検証。メタルギアライジングに登場するこちらの木刀ヘビ魂ですが、アームストロング上院議員を撃破することはできるのでしょうか、検証しましょう。というわけでアームストロングさんと戦います。おや、どうやら木刀は使用不可能みたいです。これはアームストロングさんが木刀の使用を避けたということで、私の不戦勝でいいのではないでしょうか。この射撃には変革が必要だ。変革は実現を。20秒検証やで。エピソード18クリアで入手可能なこちらの水鉄砲ですが、通信設備やクワイエットちゃんにかける以外にも使い道があるみたいなので検証していきたいと思います。まずは焚き木に向かって吹きかけると火を鎮火することができました。では燃える男さんも撃破することができました。意外な使い方ができるアイテムみたいです。でもやっぱりこれが一番。20秒検証。エヴァさんと合流するこちらの山岳地帯からグロズニーグラウドを狙撃すると、敵さんがめちゃくちゃ怒ってくるらしいので検証していきたいと思います。というわけでスナイパーで狙撃すると、ヘリが出てきた。20秒減少。スターアームでサヘラントロプスを無力化できるか検証してみてくださいというリクエストをいただいたので検証しましょう。確か動力源は報復心ですが、電気でも衝突するのでしょうか、私気になります。最大チャージでいざ食らえ。知ってた。100÷5秒検証。前回サヘラントループスさんにスターアームが有効かどうか検証したところ、無事失敗に終わりました。では報復心で動いているならば、報復心を忘れさせればいいのではないでしょうか、検証しましょう。というわけでこちらのポスターで誘惑してイーライ君の報復心を打ち消してやりましょう。何がとは言いませんが、いっぱい溜まってるはずですから効果は抜群。20秒検証。稀によく現れるこちらのボスクリーチャーさんですが、なんちゃってメタルギアサバイブ世界1位の私にかかれば瞬殺できるのではないでしょうか、検証していきましょう。というわけでマシンガンで効果力を叩き込むと、瞬殺かどうかは微妙ですが秒殺することはできました。しかし討伐しても獲得できる資材はしょぼいので、めちゃくちゃ赤字です。20秒検証でござる。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するこちらの種ヶ島ですが、着弾時に一定の確率で不思議なことが起こるらしいので検証していきたいと思います。一発しか装填できない上にリロードも激遅な種ヶ島ですが、敵兵士さんに向かって発射すると、ぶっ飛んだ。20秒検証。誤飲注意でおなじみのこちらの火炎瓶ですが、電源設備などの機械を一撃で破壊できるらしいので検証していきたいと思います。というわけで他人の FOB にやってきました。電源設備に向かって投げると一撃で破壊することができました。ちなみに火炎瓶の火は水鉄砲でも鎮火することができません。でも燃える男さんの火は消せた気がするので、20秒検証。以前火炎瓶を検証した際のコメント欄で、火炎瓶では矢倉を壊せないのではというコメントをいただきましたので、追加検証していきたいと思います。というわけでこちらの火炎瓶を矢倉に投げると、確かに壊せないみたいです。
ではこちらの手榴弾なら破壊することができました。ちなみに水鉄砲ではまあ無理か。20秒検証。以前火炎瓶で電源設備を破壊するという動画を投稿したところ、ダウン中の燃える男に火炎瓶を投げつければ復活するんじゃねという天才的な指摘を受けましたので、検証しましょう。水鉄砲を使って燃える男さんを無力化して火炎瓶を投げつけてみます。するとダメだ、完全に燃え尽きてる。20秒検証。オータル爆弾的な立ち位置のこちらの可燃性ドラム缶ですが、衝撃を与えると爆発する特徴があります。では拠点にドラム缶を敷き詰めれば最強の拠点になるのではないでしょうか。検証していきましょう。早速ワンダラーさんが迫ってきました。しかしこちらには可燃性ドラム缶があるので絶対に突破されることはありません。やっちまったぜ。20秒検証。チータの FOB からは高ランク兵士が簡単に手に入るのか検証していきたいと思います。防衛レベルがカンツとしている香ばしい FOB がありましたので、早速潜入してみましょう。予想通り高ランクの兵士がいました。それでは全員回収して帰還してステータスを確認すると、ザコしかおらん。20秒検証。ピースウォーカー回撃破後に出現するこちらのカズとデートミッションですが、なぜか攻撃すると好感度が上がるみたいなので検証していきましょう。というわけで CQC をかけてみると、なぜか喜ばれました。こんな変態とは一緒にいられません。私はダンボールに隠れます。おや、20秒検証。一番最初のミッションのスカルズを倒せるか検証してほしいというコメントが来ていましたので、検証していきましょう。武器やアイテムに縛りがないので、今回は敵の出現位置にあらかじめクレイモアや C4 爆弾を設置してリスキルを狙いたいと思います。というわけでしばらく様子を見ていると、大成功。20秒検証。突然ですが蜂は黒い色に反応して襲ってくる習性があると言われています。ではメタルギアソリッド3でも蜂は黒い服装に過敏に反応するのでしょうか。検証していきましょう。というわけで迷彩服とフェイスペイントをブラックに設定して蜂の巣を攻撃すると、痛い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 。20秒検証。白系の背景で迷彩効果が高いこちらのスノー迷彩ですが、蜂の巣を攻撃しても襲われなくなるらしいので検証しましょう。以前のブラック迷彩ではめちゃくちゃ襲われてしまいましたが、スノー迷彩では本当に襲われないみたいです。ならばひょっとして敵兵士にも襲われないのでは。なわけないか。20秒検証。以前黒い迷彩服は蜂に刺されやすいという趣旨の検証をしましたが、コメント欄で違いがわからんという意見をいただいたので比較検証していきましょう。というわけで通常迷彩、スノー迷彩、ブラック迷彩の3つで比較していきます。どうやらやはり黒い迷彩服は長時間刺されてしまうみたいです。ちなみにこのままだと死亡します。20秒検証。バディの防具の見た目が変わる衣装は防御力も多少変動しているのでしょうか。検証しましょう。装備なし、装甲あり、見た目衣装の3つを比較すると、装甲ありの場合のみ麻酔銃を12発まで耐えれることが分かりました。つまりこの見た目が変わるだけの装備には何のタクティカルアドバンテージもないということです。検証20秒。メタルギアソリッド3のボス相手に可視薬と蘇生薬は有効かどうか検証していきたいと思います。まずはオセロット君。山猫部隊に見つかってしまいましたが不意打ちには成功しました。次にボルギンさん、こちらは完全に騙せました。では最後にザ・ボスは、無駄よ、会って戦いなさい。さすがはザ・ボス。20秒検証。ジープにスモークグレネードを投げ込むと走行中に敵に発見されにくくなるこちらのテクニックですが、一本道の OKB0 では最深部まで到達できるのでしょうか。検証していきましょう。ストーリーの終盤ということもあり、なかなか厳重な警備体制が敷かれていますが、余裕で通過することができました。あっぶね。20秒検証。OKB0 の最深部で待ち構えているこちらのスカルフェイスさんですが、上空から支援爆撃を行うとどうなるのでしょうか。検証していきましょう。目標地点を設定して爆撃開始。するとしっかりと着弾しています。しばらくして様子を見に行くと、無傷でした。ふふふふふ。ホワイトマンバことイーライ君ですが、親であるスネークさんに対して強い報復心を抱いています。ではそんなスネークさんとデコイを並べてもどちらが本物かちゃんとわかるのでしょうか。検証していきましょう。子供が本物の親を当てる、なんだか千と千尋のラストを思い出しますが、果たしてイーライ君は無事正解できるのでしょう。いで、ブブン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 。蜂に刺されにくくなる効果を持つこちらのスノー迷彩ですが、コブラ部隊の一人ザ・ペインさんにも有効なのでしょうか。検証していきましょう。というわけでスノー迷彩で直接対決していきます。
といってもザ・ペインさんの操る蜂に見つかりにくくなるので完全勝利間違いなし。普通に刺されました。20秒減少。 FOB ミッションのアブデで追加されたこちらのクワイトちゃんですが、医療プラットフォームを即クリアできるらしいので検証していきましょう。というわけで甲板が一つしかない医療プラットフォームに来ました。開始と同時に即ダッシュすると、クリア。20秒検証。スカルズを戦闘状態にさせずにどれだけ近づけますかというリクエストをいただいたので検証していきましょう。まずは野戦服から。あまり接近できずにバレてしまいました。続いてステルス迷彩を使うと、こちら全くバレませんでした。では擬態という意味でパラサイトスーツを使うと、普通にバレました。もう一度も使ったことがないこちらのチャフ散布の戦闘支援ですが、一体いつ使えばいいのでしょうか。検証していきましょう。監視カメラが多いノバブラが空港跡で使うと、監視カメラを無力化することができました。では同じ機械ということでサヘラントロプさんも無力化してくれるのではないでしょうか。チャフ使えねえ。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーで AI 兵器の各パーツを全て破壊すると記憶板が全て出現するのか検証していきましょう。 AI ポットに攻撃が当たらないように注意して的確に脚部や頭部を攻撃していきます。しばらくしてポット内に侵入すると、全ての記憶板が解放されていました。まあ全部抜き取ることはできないんですけどね。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーで登場するこちらのティガレックス迷彩ですが、ローリングの威力が上がるみたいなので検証しましょう。モンハン本家では強力な突進技を繰り出してくるティガレックスさんですが、その迷彩服の威力やいかに。なんと敵兵士を吹っ飛ばすことができるみたいです。ちなみにミラーさんにぶつかると喜ばれます。おっす。20秒検証。エピソード1で登場するこちらの捕虜ヒラミラーさんですが、葉巻を捨て時間を経過させた状態で接触するとどうなるのでしょうか検証しましょう。オセロットさんはミラーの体力も持って3日と言っていましたが、頑張って応援すれば持ちこたえてくれるはずです。頑張れ。では様子を見てみると、メディーク。20秒検証。FOB ミッション限定で使用可能のこちらのワームホール生成器ですが、死亡や気絶した際に自動で起動して復活することができます。では海に落ちた際も自動で復活できるのでしょうか検証しましょう。世間は夏真っ盛りですので、うまくいけば水難事故防止につながること間違いなし。ダメだこりゃ。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーで登場するこちらの海パンですが、果たして性能的に使い物になるのでしょうか検証しましょう。まず防御力は大して高くありません。ではカムフラ率はこちらもいまいちです。こんなものを使う利点があるのでしょうか。あるさ。一体どんな。気持ちがいい。20秒検証。メタルギアソリッド3で登場するこちらのエヴァさんですが、どうやらザオジオリエ東部まで行くと水着になるらしいので検証しましょう。別に水着が見たいとかそんなやましい心はなく、腹部の傷の治療のための医療行為ですので下心はありません。ではキュア画面で確認すると、20秒検証。燃える男と一緒に出現するこちらの第3の子供ですが、燃える男がダウンした際に蘇生してくる厄介な敵です。では何とかしてこの蘇生を妨げられないでしょうか検証しましょう。まずは普通に銃で撃ってみます。避けられてしまいました。次に爆発物ならダメみたいですね。装備がなくなったのでここで一旦補充。20秒検証。メタルギアソリッドピースウォーカーに登場するデートミッションで音楽をかけると面白い反応が見れるみたいなので検証していきましょう。ではパスちゃんと恋の抑止力を聞いてみると、音楽に合わせてダンスを踊ってくれました。続いてミラーさんもエアギターを演奏してくれました。いい曲ですので少し静かなところで20秒検証。ライコフマスクをかぶった状態で敵兵士を殴るとどうなるのでしょうか検証していきましょう。ボルギンさんの愛人ことイヴァンさんですが、他兵士に対してはかなり暴力的らしく、適当に殴りかかっても特に怪しまれませんでした。これで敵兵士さんたちに日頃の恨みを晴らせます。なんとも気持ちがいいですね。お前は誰だ。20。最速の移動方法は何か検証しましょう。というわけでノバブラが空港跡で 100m 走のタイムを競ってもらいます。参考までに通常ダッシュのタイムは10秒ほどでした。では D ホース、D ウォーカー、ライデンスーツの3つで比較すると、 D ウォーカーが最速でした。しかしまあ拠点間だけの移動ならばダンボールが最速ですね。20秒検証。
廃工場に囚われているこちらのソコロフさんですが、窓から様々なものを差し入れするとどんな反応をするのでしょうか。検証しましょう。先ほどキャプチャーしたワニ肉はあまりお気に召さないご様子。では鮮度が決め手の生きた蛇を投げると、こちらもお気に召さねえようです。ではグレネードは、ターゲットが車で移動する系のミッションで、事前に車を強奪するとどんな反応をするのか検証しましょう。エピソード19ロングトレイルで移動用のジープを強奪してみます。異常に気づいて警戒するのか、それとも何もしないのか、どちらでしょうか。では残されたターゲットの様子を見てみましょう。徒歩で移動するようです。2万ミリ秒検証。ターゲットが車で移動する系のミッションで、事前に車を強奪すると歩いて移動することが前回の検証で判明しました。ではここに車を差し入れすると素直に乗るのでしょうか。検証しましょう。前回盗んでしまって申し訳ないという謝罪の意味を込めたプレゼントですので、ぜひ受け取っていただきたいです。おいこら、20秒検証。メタルギアソリッド4に登場するこちらの石像ですが、何回か息子を握ると折れてしまうらしいので検証しましょう。こういった石像などは大理石でできている場合が多く、頑丈なこと間違いなしですが、折れてしまいました。男性からしてみれば何とも痛々しい光景です。しかしご安心ください、これを乗り越えれば BB 部隊ちゃんたちの戦闘を楽しめます。20秒検証。FOB イベントで入手可能のこちらのスナイパーライフルですが、なんと障害物を貫通する効果があるみたいなので検証していきましょう。というわけで壁の裏にいる敵に照準を合わせて発射すると、敵兵士を眠らせることができました。ならば敵兵士を一直線に配置すれば全員貫通して眠らせることができるのでは。無理でした。20秒検証。白クエストギアレックスを S ランククリアで入手可能なこちらのギアレックス迷彩ですが、どのような効果があるのでしょうか。検証していきましょう。敵兵士を CQC で拘束すると気力を奪い取ることができました。しかし気力はマテ茶を飲めば簡単に回復できるため、使い道はあまりありません。入手難易度高いくせに。20秒検証。イーライ君をフルトンランチャーで倒すとフルトン回収できるのかというリクエストをいただきましたので検証しましょう。戦闘前の余裕で寝転んでるイーライ君に向かってフルトンランチャーを発射すると、残念ながらフルトン回収はできませんでした。もしかすると子供はフルトン回収できないのでしょうか。いや、できるんかい。実は21秒検証。ボルギン戦でライコフマスクをかぶると動揺して隙が生じるみたいなので検証しましょう。フェイスメニューからライコフマスクを選択すると、見事油断させることができました。ではシャコホットに乗った状態でも油断させることができるのではないでしょうか。というわけで検証してみたんですが、ダメみたいですね。20秒検証。オセロトさんの愛獣ことこちらのトルナード6リボルバー拳銃ですが、壁などに着弾した際に照弾して敵に当てることができます。ではオセロトさんにこの銃を持たせるとどうなるのでしょうか。検証しましょう。というわけで FOB 訓練で銃を構えてみると、両手で2丁のリボルバーを扱うことができるみたいです。まあ別にそんな強くない。20秒検証。メタルギアソリッド4で登場したこちらのハイデン版ですが、出現した月光を一撃で倒せるらしいので検証しましょう。9年間放置された施設の電力が生きているとは考えにくいですが、なんと簡単に撃破することができました。さすがです、9年間のブランクがあるとは思えません。ひとまずこれで安全に通路を渡れます。20秒検証。燃える男に有効な属性は何か検証していきたいと思います。まずはいつもの水属性、こちらはもちろん有効ですね。続いてゴム弾のスタン属性はひるむだけであまり有効ではありません。続いて爆発物は有効どころか逆効果みたいです。最後にあまり効かなそうな電撃は、あ、効くんだ。20秒検証。ダンボール配送でリーホースはついてきてくれますかというリクエストをいただきましたので検証していきましょう。拠点間を一瞬で移動できるダンボール配送ですが、どうやらリーホース君はついてきてくれないみたいです。しかし口笛で呼び寄せれば問題ありません。では後部座席に人を乗せた状態で呼び寄せれば捕虜救出に便利なのでは。いなくなってる。20秒検証。巷で話題の絵を描く AI にメタルギアを描かせてみるとどうなるのでしょうか。検証しましょう。テキスト欄でメタルギアを指定してしばらく待つと、芸術的な絵が完成しました。いや見事ですね。しかし負けていられません。人類代表で私がクワイエトちゃんの絵を描いて対抗します。引き分けだな。